トライロー、インザスカイ、高円寺トランポリン店主トラです。三重インザスカイでございます。トライロインザスカイは自営業トラと会社員三重インザスカイの40代ゲイ2人がたまにゲストも呼んだりしつつ、時にはグダグダ、時には真剣にあーだこーだ話す自然体無法地帯ポッドキャスト番組です。エピソード63になりました。エピソードのこと全然忘れてた。63だよね。63です。はい、はい、久々の2人会でございます。さようでございます。はい、ね、なんか特に今回はね、あのすごいシンプルな2人会を久々にやるので、今日万引きそうになっちゃったの。え、大丈夫？犯罪？違う、あのマルエツプスで買い物してて、うん、2個ぐらいなんか考え事してて、はいはいはい、あ、スキャンせずに、そうスキャンしてて2個ぐらい入れて、牛乳入れて、あ、ダメダメダメと思って、もう一回、危ない。いや、あれ危ないよね。なんか重たいものだけ抱え、あのリュックに入れて、そうでないものをそう袋に入れて持って帰ろうと思ったら、え、何してんの、何してんの、自分やべえやつ。そう、ぼーっと無の気持ちでやるとやっちゃうよね。大丈夫、あのまだ店員さん見てなかった。全部入れたら多分言われると思う。え、でも絶対ダイソーでやってる人いるよね。いるよ、いる。俺だって一回ダイソーで、あのクリアファイル、うん、あの確定申告に使う用のクリアファイルを 2つ重ねて買うとき1個しか読んでなくて、やばい、それ高等テクニックのやつだ。そうそう、 でもね出たときになんか忘れてると思ってレシート見て、あ、1個しか押してないって言って戻って、店員さんにごめんなさい押し忘れましたって言ったら、あ、全然押してもらえばいいですよって言って、いや、あれ戻るのも勇気いるよ。俺コンビニでだからスポーツ新聞、うん、競馬の面見るために挟んだまま出てきちゃって急いで戻ったことある。それ1回ぐらいか。いや、そう、危ない危ない危ない、気をつけないと。はい、そう、そんなわけで40代は気をつけましょう。50代も60代も70代の皆様もよろしくお願いします。お願いします。トライロー in the sky。 僕トラがあの札幌に帰省をしてきました、はい、実はね、あのトライロー in the sky 始めて1年ちょっとで3回目の帰省です。意外とちょこちょこ帰ってるでしょ。うん、ね、エピソード7とエピソード36で帰省をした話をしていまして、また久々にちょっと帰省のエピソードを話させてもらってもいいかな。はい、もちろん。いいっす。あれ、札幌の人だから食卓に必ずイクラがあるとかじゃないんだよね。その話も多分すると思うけど、そうですね、じゃあその話後ですね、うん、はい、後で、はい、そう、今回はね、まあていうかもう今札幌に帰省するのって前も言ったんだけど、僕写真の仕事もしているので、親には札幌で写真の仕事が入って行くからついでに実家に寄れるわって言ってるけど、本当は写真の仕事なんて入ってないので、親がもう年、父親がね今年で79で、母親が今年で75で、まあまあ年も上がってるので、もう寝る時間が夜の9時とかなのね。だからちょっと実家に2泊泊まるのは、僕今普段深夜2時くらい寝る人なんで、今日なんて5時まで起きてたし、そういう生活バランスが崩れて親を起こしちゃうから、そう、ね、うん、一泊はそのすすきののホテル取って、まあ、札幌にあるゲイバーとかも行きたいし、友達も会いたくて、写真の仕事をしてると言ってる日に友達に当てて、一泊だけ実家に泊まっていろいろ親と話すっていう。繁華街のレジャービルで酒飲んでんだわ、あなた仕事してるって言いながら。そうなの、そういうことよ。まあ、でも酒飲むのも仕事だし、私。そうですね、ここにああ言えばこう言うみたいなこと言っちゃった。いいですよ、はい、いいよ。で、1泊目はもう札幌帰ったら必ず会う友達がいて、うん、その友達と焼肉屋にポッドキャストも聞いてくれててね。お、その札幌の友達もあのまんじゅうラジオの朝もんファンなんですよ。全国各地にファンがいる朝もん、ほんとつつうらうら。最近ちょっとね大変そうだから早く復帰してほしい、ね、応援してます。応援してます。僕もソロで出るよ。お、え、あ、まんじゅうラジオに？わかんない。呼ばれれば。呼ばれればだよね。びっくりした。それはちょっと見てみたいかも。聞いてみたいかも。危険な発言をする前にこう札であげてる。ああ、そのワード OK。俺がいない、朝もがいかにミエさんを制御できるか。そうですね。自分との戦いだと思います。そうですね。置いといて。で、札幌もね、でその日はね、ゲームは一軒だけ行ってきて、その友達に付き合ってもらって。うん、2日目昼に実家帰って、そしたらもう今父親が
あの人工透析を週3でしてて。ああ、そうなんだ。そうそうそう。そう、それで、まあ親、父親はいなくて母親だけいて、ちょっと寿司食べ行こうよっていう感じになって、うん、あの人工透析してるから、父親ってもう食べれないんですよ、割と。生物とか、ちょっと厳しいよね、うん。そう、魚卵は敵らしいので。うん。うん、で、僕、イクラ大好きなんで。そっか、そうそう、同じ食卓はちょっと厳しいんだけど。うん。で、それで、母親と、まず会って、実家の裏に、寿司屋さんがあるんで、そこで寿司食べながら、近況をね、うん、話して。で、まあ、何度か言ってるんですけど、うちの父親は割と、モラハラな人なので、うん、最近のモラハラ愚痴をずっと聞き、なんか健康診断で母親がね、特に引っかかんなくて、よかったねっていう話になった時に、父親が、母親に対して、何もしないで生きてるから体悪くなるわけないだろうって言ったらしい。どうです？まあちゃんと不適切な表現が盛り込まれてますね。はい、はい、時代に合わない、あの今の朝ドラみたいな感じです。ああね、そうらしいね。ちょっと名前に、ね、縁があるんで見てみたいんですけどそう、もう本当そういうね、すごいんですよ。でも僕だから本当はそういう発言を聞くために、そういうことを言う人の違い私には流れてるから、本当に気をつけようとは思っていて、で母親もまあまあこういうのをちょっとネタっぽく言っての流しスキルもつけてるけど、まあ、こういうのだって他の家庭だと全然離婚理由でしょ。まあね、今熟年の方が増えてるからね、うん、そうだよね、もう我慢しない、子供も成人したし、うんうん、みたいな感じで、でそう、それこそね、うち僕がイクラがすごい好きなので、実家に常にイクラが常備してある家だったんですよ。これを同居の友達に言うと、そんな贅沢な家ないよって言われるんですけど、あでもそのお父さんの透析の話を聞くと、ちょっとまた景色も違う感じもするよね、うん、そういうとこで食べ出さないから、あ、まあまあまあ、むしろそうじゃないとこで出すっていうのもあるんだろうし、母親も自分が帰ってきてる時に食べれるからっていうのもあるし、うん、まあそれでまあ父親はまあ自分が食べれないものを買ってきてるから、それもまたなんか言ってきはする。それ辛いね。でもなんか2人で話してて、まあ結局拗ねてるんだよね、うん、まあね、体悪いししょうがないから、うん、まあでも、まあちょっとそれ言われるのはしんどいよねって、僕が母親に言うと、いやまあもう慣れっこだけどね、みたいな。そんな感じ。すごいわ。うん。そう。で、まあ、寿司食べて帰って、父親と久々に会って、まあ、相変わらずその体型ですか、みたいな嫌味は僕にまず言ってきて、そう、おかげさまでっていう、もうそういうやりとり、もうゲーファーみたいなやりとりしてるんだけど、そう。そう、そんで、父親と、まあ、またね、お店を法人化にしないのかっていう話をまたしだしてもそこは忘れないんだね。忘れないの。だからいろいろ考えてて、税理士さんにも言ってて、あのインボイス制度っていうのが今始まってるの知ってるみたいな、そういう話をして、とりあえずなんかその話の流れを変えるためにこう試行錯誤しながら話をし、下手に法人化したら税金高くなんだよ。そうそう、そういうの、ね、間違ったやり方すると、うん、だからインボイス制度知らなかったから、インボイス制度とかもあるからね、ちょっと調べてみたらきっとわかるんじゃないかなみたいな、っていう、もうね、本当実家だと、もうそういうなんか隙を言えば叩かれるって、隙を言ったらなんか言われるから、いかにこう向こうが大丈夫かあいつって思わせないようにするかの勝負だと思ってるんで、実家ってすごいね。うん、お母さんはそれをなんか似たーって見てそう、似たーって、あもうだからなんか言ってるって感じ、本当にあんたはよくやるわねってよく言ってる。もううちの兄貴がもうその父親と兄貴がめっちゃ性格が似てるので、うーん、僕うち2人兄弟で兄貴と僕だけなんですけど、兄貴結婚はしてね、子供はできなかったんですけど、うん、もうその兄夫婦はもう家に寄りつかないんですよ。まあでもなんかそれも母親言ってたけど、うちの兄貴の奥さんと母親が結構仲良くなってすごい喋ってたら、家でなんか父親が怒鳴ったらしくて、おめえらうるせんだよみたいな、そりゃ来ないよね。へー、珍しい。なんかいびられるとかそういうのじゃないんだ。そう、夫のおばさんに、夫の父親側がうるさい感じ。それはもうなんだろう、修正できないね。だって結婚式の時もなんか兄貴の奥さんにうちの父親がなんか、お前は
うちの嫁にふさわしくないみたいなこと言って泣かせたって話も聞いたし、結構すごいでしょ、うん、あんな分かんない、僕な他の家庭のことあんまり知らないから、まあどこもあるのかなって思って聞いてるんだけど、まあまあなのかな、うち。いやもうなんか昭和の家庭をそのまま再現してるみたいな感じ、うん、そうだよね。でまあ僕はでも逆にそういうおかげでちょっと気難しいお客さんの対応もできるようになった人生経験値としては感謝はしてないなでもあのお金で困ったことはないので、その実家関係でそういう意味では、うん、まあ母親ともそこは一致してて、うん、なんかね大変だねって、さっきそのモラハラの話の時も、まあでもね今年金結構入ってくるからね、結局だお金で、僕そう母親とすごい似たのお金で解決するんですよ、その思考だ、そこは助かったなと思って。で僕も父親になんかいろいろ言われて、まあなんかお店オープンする時お祝い金とかくれたしなとか、で母親がもう父親に変な顔すると、私のお金じゃなくてお父さんのお金だからあなたにそういうお祝いとかできるのって、だから父親にはね結構なんかうまくやった方がいいんじゃないっていう、なんか人生のなんか ずるくはないけどうまい世当たり方は母親から学んだ気はする。うん、まあ大事よ。うん、あそうそう、それでなんかまあ僕はいくら食べさせてもらって、うん、あ父親がねあのなんか淳に、あ僕淳って言うんですけど、淳にあの自分の手料理を振る舞いたいっつって餃子をとハンバーグを焼いてくれて、餃子とハンバーグ手料理って手料理とても申し訳ないんですけど、私あの実家帰ってもっと贅沢なもの食べたかったって思いながらまあいくらがあるからいいかとは思ったんだけど。ちなみにお味の方は、ねまあ餃子はね皮からやってたんですけど、皮は半焼けだったかな。まあでも僕はあの一応こうね、さっきのお金で解決する思考なので、あやっぱ親父の料理は美味しいねってちゃんと言うタイプでもな、生だなって思いながら、うち生だけどまあ大丈夫だろうって思いながら、だってほらもう生、これ結構生だよって言ったら多分ねへこむのか、今度は、うん、なんかそこら辺のね考えて、でもね身の危険もあるじゃないですか、なんか豚の生はとかあるけど、まあ中身はちゃんと焼けてたから、そうちゃんと蒸してあったから、まあこれは食べれるなと思ってそう、そんな、あとねちょっとね、そう、うち本当野球を見てる家で、うん、もう父親がもうずっと野球見ながら文句言ってる家なんで、うん、こいつ使えねえなこいつらみたいなこと言ってて、でなんかお前は野球見ないもんなって振られたんだけど、いや、うん、あなたが野球見ながら文句ばっかり言ってるから私野球嫌いになったんだけどなって思いながら、そうだね野球には興味ないねって言ってたんだけど、なんか今回の学びちょっと母親もまあまあ野球を見ながら口が悪くなってることに気づいて、うん、なんか今助っ人外人がどっかな、日ハムかな、なんか助っ人外人がいて、この人助っ人外人でいっぱいお金もらってるのに全然使えないのよって母親も言ってて、あれ父親と同じようなこと言ってると思って、あ夫婦ってやっぱ似ちゃうんだなって思って、似てくんじゃない、うん、ずっと聞いてた、うん、まあ、外には、ね、出ないからいいんだけど、うん、ああ そういうなんか長く連れ添った夫婦を見て学びながら聞いてましたその日はあもちろん父親の方がガンガン言うけど、多分お父さんの方にお母さんの方がそうやって言ってって合わせた方がうまくいくんじゃないの、多分そういうのもある、そうね、そういうこともあるんだ、そういう処世術を、うん、別に言いたくないけど言っとけば別に丸く収まるんだらって感じかもしれないね。なるほどね。そうね。いやなんか感慨深かったですよ。なんかもうすごい実家で私すごい人間観察してるなと思いながら。東京で人間観察し、札幌でも人間観察し。あとまでひたすらあの母親にはあの携帯のねあのアプリの連結みたいな連携。連結はあの下ネタか、アプリの銀行口座とかそういうのをなんか分かんないから教えてって言って、ずっとだからもう母親の携帯をずっといじりながら、ほうほうほう、そうなんか LINE はやってるので、 LINE のも変なのが来たからそれを削除の仕方とかこうしてブロックしてみたいなのを教えてっていう結構作業をする日でした。お母さんは若いね。若いと思う。年齢からしたら、年齢の多分平均からしたら全然やってることは若いと思う、うん、その年でも LINE とか多分できないと思う、新しいこと。そうだね、顔
文字もガンガン使うしね、もともとメールとかで。そう、今回ね、一個だけちょっとやりすぎたかなって思ったのが、うん、あの母親に Spotify 教えたんですよ。なぜ教えたの？いや、だから音楽聴きたくて、なんかあるって言うから Spotify で、まあ無料、みえさんも無料でしょ、うん、無料で、うん、まあ無料だったら小田和正とか好きだから、ああの松山ケンイチとか、まあ松山千春、ジャル、うん、とか好きだから、まあこれで、うん、一曲とかだったら聴けるよって、中島みゆきも好きだしね。あ、ポッドキャストまでは行かないよね。思うけど。そう、今ちょっとそれで Spotify ってことはって思ったけど。思うけど、時間がもし無限にあるってその本人が思ったとしたら、他のところ触っちゃう可能性はゼロではないけど。なんか最近でもほら電話番号の紐付きではないか、まあちょっとそこだけします。まあまあまあ最悪ね、母親にはいいんですけどね。じゃあそしたら私が助走してご挨拶に行く。あ、そうですね。そしたらね、いくら食えるか。大丈夫ですか、父親の今の話聞いててそれできます。あ、私そういうの別に構わない。ああ、そっか、うん、じゃあそしたらツアーしましょう。その時はさすがにポッドキャスト回すかな、うん、潜入しましたって言って、僕も肩にカメラつけたい。そうね、そう、まあそんな感じで、あと一個だけ今回はまあちょっと今後の話をちょっと一個詰めれたのは、うん、もうそろそろお二人あのいい年なので、なんかそろそろなんかあった時やってほしいこととか言っといてねとは言ったの、うん、そしたら母親がお葬式の時に、うんうん、かけてほしい歌があるっていうのは聞いて、オフコースのさよならって言われました。あれ失恋ソングだよね。あ、まあ、タイトルじゃない、うん、好きなんじゃない。そうだよね。大丈夫か、葬式でもう終わりだねって笑っちゃわないかな、大丈夫かな。ちょっと笑わせたいのもあるんじゃない。あ、まあそうね、ちょっと軽く泣いた後に最後明るく締めたいんじゃない。いや、でも僕多分母親の葬式めっちゃ泣くと思うからね、すぐ大好きなんで、うんうん、そう、そんな感じの規制でございましたが、今回はどうでしょう。いやなかなか日常ってそんな話題がいっぱいいて、うん、ないはずなんだけど、やっぱ出てくるね、新しいのがね。そうですね、うん、ちょっとね、やっぱ結婚話は毎回されてたんだけど、今回そろそろされなくなって、もう諦めたのかな。いや、気づいてんじゃない、お母さんの方は。母親の気づいてると思う。半分ぐらいは気づいてると思うよ、うん、お互いのこのなんか言わない優しさ的なものに守られて、そうそうそう、だからもしなんかもしものことがあったらその時に言われるんじゃない、うん、あなた今の恋人の写真を見せなさいみたいな言われるかも。じゃあヒロシに女装させて。いや、だからそこは女装じゃなくていいだろ。そこはいいだろう。そう、ね、いや、そう、ヒロシね、僕のパートナーね、女装似合わないと思う。それは分かんないよ、やってみな。目パッチリしてるからね。ここは消せるし。あ、そっかそっか。あとは消せるから。じゃあ今度やってもらおうかな。シェードを入れれば、あの影をね。それちょっと、いや、なんかしてもらおう、ネタで、はい。はい、そんな感じで、今回はこんな規制でした。ありがとうございました。ご清聴。トライロー、インザースカーイ。それでは本日はお便り3通いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、収録のね、2日前に、全然お便り来てなくて、お便りなしでもうち別に嬉しいんですけど、お便りってなんかお便りなしでも全然番組作れるからなしでもいいかなって思ってたんだけど、なんかやっぱちょっとお便り欲しいなと思って書いちゃった。 X にお便り、あさって収録なんですけど、あのスーパーでいうお勤めシールを貼りましたね。そうそう、貼っちゃいました。そしたらね、そっから4通くらいパッて来て、ありがとうございます。いいことです。ありがとうございます。本当そういう人に助けられて、そうよ、トラスカやってます。空の会の皆さん、ありがとう。空の会はリスナーの名前です。それでは5つ目、みえさんお願いします。はい、空の会ネームこうちゃんさん、10代の方からです。今回ね、びっくりが3つついてるんですよ。主張が強い。何か心境のね、変化があったのかな。あったのかしら。はい、いつもありがとう。ありがとう。エピソード58、ちゃんの魔界の自分のお便り読み上げてくれる部分、初めて聞いた人かっこかっこゲーがきつすぎて。これ自分のお便りの文面がきついからしばらく聞けなかったっていう報告なんだけど、だったら別にかっこゲーやんなくていいと思うよ。続きどうぞ。そういうことか。そういうことです。素敵な回答ありがとうございます。みんな、トラさんストレートに素敵、そして当時のトラさん脈打ちすぎ笑、みえさん2個目も含めて家庭的すぎて笑った、確かに大事かも、わら。
リュウさんも素敵。この中では一番タイムマシン使いこなしてる気がする。わら。いちたかしさん、わら。俺も同じようなことしたことあります。わら。小6修学旅行帰り、ワンクリに引っかかってすごい怖い思いしました。わら。かっこ俺の場合は30万で自分じゃとても払えなかったから、電話してヤクザっぽい人に謝って許してもらった。電話したんだ、すごいね。当時当然ゲイ隠してたから親に相談できないのつらかったな。これエピソード58でこうちゃんが送ってくれたお便りが、タイムマシンがあったらいつに戻って自分になんて声かけますかっていうお便りだったんですけど、そうね、僕トラが、高校の頃に戻って、今大変だと思うけど大人になったら友達いっぱいできるよって言って、みえさんがなんだっけ、冷蔵庫の野菜腐ってるから早く食べなと、そうそうそう俺多分学生の頃言ってると思うだから火事になりそうになってるから、そうそうそう、早く帰りなっていう、そう確かに結構危ない、タイムマシンを使ってそれっていうことだと思う、でちゃんの間のリュウ君は21歳の頃に戻って、世界は広いから海外とかもう思い切って行っちゃいなよみたいな、そう確かに一番タイムマシンを使いこなしてる、でいちたかしが昔ちょっと詐欺に引っかかりそうになったから、そういうのを止めてあげたい。でこうちゃん、そうなんだよな、こうちゃん16歳で小6でもう携帯を持っていて、もうその時点でワンクリとか引っかかるんだよね、大変ね。払ってないよね、大丈夫だよね、払ってない明らかにこれ違法のやつだから払う必要ないからね。これさ、電話して謝って許してもらって、多分向こう側もあこれ小学生じゃんってなって、やばいなと思って引いたんじゃん、引いたんだと思う。これ今芸を隠してたからってまで言ってたっけ、まで言った。当時当然芸隠してたから、今は隠してないってないのかな、ちょっとそこら辺今隠してないっぽい感じだよこの書き方、ね、その話そういえば聞いてなかったな、ちょっと今度教えてください。そして続きお願いします。はい。みんな神回答すぎて何にするか揺らぐ。ちなみに小4で子丸すのは自分のことをね、自分のことをね、自分の黒歴史が刻まれ出したのはだいたいそのあたりからだからです。わら。かっこ3歳の頃から幼稚園の自己紹介で自分の下の名前どんぐりで名乗ったり気候はあったけどあとトラさんが最後に めちゃくちゃ頼もしいこと言ってくれてた。ハート。早く聞けばよかった。ハート。素直に嬉しい。ハート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 。よろしくよろしくお願いします。ピエン。一言ちゃんの間聞きます。ラブかっこリサイクル。ありがとうございます。ありがとうございますこれ今回も加工芸がきつすぎてなんないよね、大丈夫だよねちゃんと聞いてねなかなかこう文章だけでこの聞いてる人に伝えるのが難しい高級なお便りになってます、はい、もうありがとうございます。エピソード58の、トラスカ1周年記念でチャンネルノマド、いちたかしとりゅうくんのアーティストのカップルのチャンネルとコラボした回で、読んだやつですね。僕が一応こうちゃんは何かあったら私に相談しなさいって言った気がする、この間ね僕のソロ回のトラースの方でもお便りくれて、はい、ありがとうございます。それもね役に立ったならよかった。お金以外は相談乗るって、本当に本当にお金は無理です。お金ないんで。お金は10円ぐらいね、100円ぐらい、110円ぐらいね。ジュース、でもジュース買えないか。 LINE PAY だった。 LINE PAY ぐらい、500円ぐらい、500円ぐらいだった。 LINE 交換するのか。そしたらちょっと18になってからです、 LINE の交換は。はい、真面目な回答、真面目な回答です。そうダメですじゃあちゃんのまもぜひ聞いてくださいね。そうですね、はい、そのままで聞きやすいラジオだから、こうちゃんも入り込めるんじゃないかなと。りゅうくんも、私たちよりはだいぶ年が近いので20代中盤なので、はい、そりゃ一番タイムマシン使いこなしてる感はあるよね。私が一番、みえが一番使いこなしてたらやばい人でしょうよ。でも逆に言うとみえさんだから、その野菜腐るよとかってことは、そんな昔に戻ってこの時もっとこうしたかったがないってことなんじゃない。もしゲイじゃなかったら小学校3年の頃にちょっとほの字だった中川由美子ちゃんと付き合ったらどうなるかなって思ってみたい。フルネームよく覚えてるね、本名。なんか覚えてんだね、そういうこと。でも確かに女の子と一回付き合ってみたらどうだったかはちょっと考えたことはあるよね。
なんかいや今はね女友達たくさんいるけど、やっぱ当時はねいろいろうつうつとしてたからいなかったしな。今それだけね弾けたということですよ。あ、ちなみにこうちゃんが3歳の頃から自己紹介で自分の下どんぐりって名乗ったりっていうの書いてますけど、僕とらも確か小学校の時は自分の一人称僕ちゃんだった。おっちゃまくん。そうそうそう、僕くん、僕ちゃんで、そっからうちになったんだよね。なんか僕とかも恥ずかしくて うちはって言ってた。おかまの子です。そうです。あとみそのです。そうだね。うちはうちは、そう、そういうのはみんなあるから大丈夫だよ。自分のことは守ってあげて。小学校5年あ高学年のクラス替えの時に、あだ名はアイスクリームにしてくださいってなんか言ったっけ。何それ。なんかあだ名をつけてくださいって名前を自分で自己紹介して、何も思い浮かばなかったから、別にアイスそんなに好きで食ってるわけじゃないのに、アイスクリームにしてくださいって言ったのを思い出した。へえ、面白いね。ね、でもおかしい。はい、はい、次行きましょう。まあまあしょうがないです。そんな時代がありました、みんな。はい、ではこうちゃんさんありがとうございました。そしてあと2通お便りあるんですけど、なんとですね、お便りの質問内容が被るという。結構これびっくりだよね。だって絶対漏れないし、事前に伝えてるわけでもこっちから伝えてるわけでもないから、絶対に被んないはずなのに。絶対はないけど、すごい確率じゃない。いやすごいし、トラスカに来る質問じゃないの、どっちも。なんでこの質問が被ったんだろうと思ってびっくりしちゃった、僕一個読むね。はい、はい、空の会ネームゆうさん、40代前半の方です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。お便り初めてだよね、ゆうくん。多分、はい、いつもお世話になってる熊絵を描いたり、この間ね、イベントでトラスカの私たちを熊に擬態して、そう熊絵師さんなので擬態で合ってる、擬態で合ってるんじゃない。擬態して描いてくれて、すごい可愛いイラスト描いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。トラちゃん、みえさん、こんにちは。トークのお題、好きな香水または体から漂う香り、思い出の香水、自分がつけたい香り、好きな人からすると嬉しい香り、こんな香りがしてきたら好きになっちゃうかも、など香りにまつわるお話をお願いします。僕は蜂蜜とかジャスミンとかの甘い系の香りが好きで、ついついそういうのばっかり手を出してしまうので、お二人の好き香りトークを参考にしたいです。一言、アルコール依存の話、みえさんのご飯を進めるソリューション、めちゃくちゃ参考になりました。身近な人であるほど関わり方が難しくなるけど、ご飯ってめっちゃニュートラルで触れやすい切り口、というわけでありがとうございます。ありがとうございます。エピソード56ですね、続アルコール依存症の話の時に、話してた。僕もこれはね、おなるほどって思いましたね。おで、なんか結構コメントでも来てた、ご飯を勧めるっていうのを、僕が結構ね、なんかお酒飲んじゃダメだよって言ってたのは、なんかダメなことを言うんじゃなくて、できてて偉いねっていう言い方の方が良かったねっていうのも後で教えてもらってね。なんか辛いことが積み上がっていくと、それでズンってきちゃうから、まあね、じゃないのも入れてったらいいかな。そう、まあね、立場的にも、ね、まあ僕らはね、そのアルコール依存症だった方が友人ではあったんですけど、やっぱ家族とかとなるともっとね、感情的にきっとなっちゃったりするし、なるでしょうね。だから、この話はすごいね、引き続きアルコール依存症の話は反響をいただけて嬉しいです、そうなんです。香水と匂いのお便りなんですけど、もういつもこれで被るとは思わなかったね。これでこのお二方で被るとは思わなかったです。はい、いや嬉しいです。はい、では最後のお便り、みえさん読んでください。はい、空の会ネームやだ姉さん、50代の方からのお便りです。先日はありがとうございました。ありがとうございました。トラさん、みえオーバーザレインボーさん名前変わっちゃった。ごきげんよう、私です。はい、先日はありがとうございました。おかげで名刺もステッカーもたくさん配れて、慌ててその場で追加発注するくらい、知ってます、聞いてますって方もいらして、私胸が熱くなりました。この話なんですけど、僕が企画した室内花見っていう企画があって、まあやっぱ花粉症の方とかね、花見すると外だと大変かなって思って、室内の居酒屋を借りて
みんなピンク着てきて自分たちが桜になるっていう花火でいいんじゃないっていう企画を結構ねずっとやってて、それにちょうどやだ姉さんがあの愛知から東京に来るタイミングと被ってたんで、よかったら来ませんかって誘ったら来てくれて、で最後の、ね、宣伝コーナーの時によかった宣伝どうぞって言ってやだ姉さんの話したりしたら、結構やっぱ僕とねコラボしたりトラスカとコラボしたこともあるから、みんなあ本物だみたいになってて、みんな名刺もステッカーも喜んでて、ね、すごいこう言ってもらえてよかったし、あのやだ姉さんから預かった名刺とステッカーはトランポリンにもちょっと置いてますので、もし気になる人はトランポリンでもらってやってください。うい、はい、続きをお願いします。その話はさておき、お二人って香水って使います？近くでクンカクンカしたことないので想像なんですが、とてもいい匂いしそうです。使ってる？使ってない？使ってるとしたらどこのなんていう香水？香水使うときはどうやってどこにつけてる？変態みたいな言い方。ああのご本人を想像して それに忠実にナレーションしております。変態だもんねやっぱね。使ってないのなら思い出の香りや香水にまつわるエピソードなんか聞けたらなと思います、など教えていただけたらと思います。一言、私が使ってるのはダンヒルのデザイアブラックです。ほぼ人と被らないダンディーな香りが気に入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に香水で被ると思わなかったな。すごいね。ね、やだ姉さん、やだ姉さんの腰振る夜にも1周年突破でおめでとうございます。おめでとうございます。はい、同期です、私たち。すごい ね。いやーすごいな。ちなみにそのやだ姉さんのダンヒルのデザイアブラックはさっきちょっと調べたら黒いケースに入ってて、多分ちょっとスパイシーな香りが入ってるんじゃないかな。フローラルとかじゃなくて。なるほどなるほど。あ、じゃあゆうくんのゆうくんは甘い系が好きって言ってたからね。だからもうそれとはうん、まあ対極というか違う感じですね、うんうん、甘くない系のダンディな香り、うん、まあ、そのままそうだと思う。確かにやだねさ、いい匂いだったな確か。うん、あでゆうくん確かにそうだ、甘い匂いするわ。甘い匂いって言うとなんか糖尿みたいに聞こえちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。別に尿をつけてるわけないでしょ。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと心配になっちゃって。全然そういうことない。はい大丈夫。いや2人ともすごく、ね、気を使ってらっしゃってて、いやこれ来た時に僕とミエさんで香水のエピソードできるのかなと思って。ミエさんあるあるある。香水ないけど、うん、香水はちょっと医療関係なんで基本 NG ですね。そっかそっかそっか。 NG でただ学生じゃないや、20代前半、20代半ばぐらいまでか、あのシャワーコロンみたいなの使ってたことはあるけど、それ香水とはまた違うんだよね。あのそんなに香りが残らないタイプで爽やかな感じで、昔800円ぐらいで売ってたのね、カネボの頃、うん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 、今見たらめっちゃ高いな、アマゾン。へえ。なんか9700円とかって。ああ結構するね。多分ね、ぼったくりです。アマゾンたまにあるからね。そう、なんか資生堂の寝癖直しウォーターも昔500円ぐらい買ってたのに今1500円ぐらいするから。うわーもう普通に売ってないから、ね、しょうがない。なんかマックの20年くらい前のポスターこの間 X で上がってたけど、もう値段3倍くらい違うんだね。あそうじゃない、うん、いや結局香水じゃなくてマックの話になっちゃった。香水、うん、フローラルムスクかな。フローラルムスクの香りだった。あ、ま、違う、ウルトラマリンムスクかな。爽やかな感じだ。あ、爽やかな、うん、へえ。僕なんか匂いをなんか言葉にするのすごい苦手で。え？僕あだから今香水で言われて、僕はイソップを使ってるんです、たまにね、うん、イソップはね、あのこれなんで持ってるかっていうと、僕あの推し面のゴーゴーボーイコペ君がイソップ好きで、イソップ、ね、大阪にいるんだけど、大阪で一緒に買い物した時になんかイソップいい匂いなんですよって言って嗅がせてもらって、あじゃあ推しと同じ香水にしようと思って香水買ったんですけど、その場で。あつけていいよ。あった。これなんどういう系の匂いっていうの。甘くはないよね。甘くない、全然甘くない。木の皮の香りとハーブの香りが全体的にするけど、スパイシーな香りもするね。あ、確かにスパイシーって言えばいいのかな。まあでも確かに木の感じとか、うん、ウッディー、うん、ウッディーな感じで、うん、これは好き。
うん、これいい匂い。僕あのデパートの1階の化粧品売り場の匂いでえずく人間なんで、あの系統の匂いはちょっと苦手なんですよ。あ、はいはい、甘くてきつくて、まあファンの人が言うとちょっと申し訳ないですけど、シャネル系統とかはちょっとやっぱりきついなと思うんですよ。自分には使えないかなとは思ってて、はい、俺なぜか母親からなんか東京出るときにシャネルの香水プレゼントされて女子あのシャネルつけてた、よくわかんないから。でもね、別に自分はそんな香水にこだわりはだからないです。 なくて、うん、まあ、ゆうくんが言ってくれた、まあ、好きな匂いとか香りと、どっちかというともうその人が好きで、好きな人がつけてる香りを好きになるみたいな感じで、昔あの愛人時代ね、愛人してた時に愛人相手があのアロマリッチの柔軟剤をつけてて、うん、でアロマリッチの柔軟剤がいい匂いだから自分もアロマリッチの柔軟剤に変えて、あの好きな人と同じ匂いに慣れてるっていう思い女してた時代があった。まあまあやばいっすね10年くらい前ね、うん、香りだとこのエピソードしか思いつかなかったなんかあります？自分香水っていうより部屋の芳香剤とか、はい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 、の方が、まあ、安いのだけどいろいろ使ってるかもしれない、うんうん、ああそうなんだ。あ、じゃあ結構、え、トイレ、お風呂はない？風呂、あ、脱衣所も置いてたりする、たまに。すごいおしゃれ。でもだって安いもん1個180円ぐらいでドラッグストアで買えるから。買えるよね、うん、だからやっぱ甘い匂いの時もあるし、ベリーの買ったりもするけど、やっぱりグリーン系を買うことが多いかな。あのアモリとか、うん、うんうんうん、っていうのはなんかご飯食べるときに、うん、なんか買ってきて食べるのにすごい甘い匂いだとちょっとやっぱりなんだろう、ぶち当たっちゃうことがあって。そうそう、あでも個人的にはね、蜂蜜の香り、ジャスミンの香り大好きですよ、うんうんうん、蜂蜜もいいですよね、うん、蜂蜜、ジャスミン、カモミール、あカモミール好き好き。カモミールは部屋の芳香剤で使ったりしてたな、うん、これはなんかハーブのセージとかそういう香りがする、うん、イソップね、うん、まあ、これも結局推しと一緒の匂いだってだけだからなあ、だからなんかさすがにちょっと悪いから、そのパートナーのヒロシと二人でデートするときはつけないようにしてるけど、あだ友達とみんなでそのヒロシ込みで行くときはつけたりするし、うん、あと最近とライブとか行くときはつけるかな、香水って。なんか好きな人に、ライブもさ好きな人に会う、愛に行為だから、まあそうだね、好きな人にああいう行為の時くらいはちょっとな、着飾ろうのうちの一つが香水にはしてるって感じ。これは全然酔わない、うん、そう言ってもらえてよかったです、はい。そのなんかね、本当まさかのこのトラスカで香水かぶりするとは思ってなくて。逆にお二人香水教えて、そう教えてください。だから、ね、トラに合う香水、ミエインザスカイに合いそうな香水、それ教えてほしい。ぜひ教えてください。5000円以内なら買います。5000円だと買えない、超えるんじゃない、そんなにベラボンに高くないから、うんうん、買える買える、はい、知りたいです、はい。あと昔付き合ってた人に、僕なんか自分の匂いが好き、僕のなんか匂いが好きで香水にして持ち歩きたいって言われたことがありました。もう20年くらい前の話ですけど、そういうのね、あるよね。もう今でも、今はないと思う、今そんな。でもね、臭かったら教えてって思ってる、いつも。僕その逆のパターンはあるかもしれない。何？だから、うん、ベッドに入ってイチャイチャしてるんだけど、うんうん、この人の匂いちょっとダメだな、臭いっていうか、なんかね、あ、匂い好きじゃないな、はいはいはい、と思ってそっからスーってなるパターンがあった。いや、でかいでかいでかい、匂いは、なんだろう、匂い合わないはでかいよ。別に脇とかそういうことじゃないんだよ。いや、分かる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 。やっぱそういう夜の行為の時に、あ、ここ合わないのしんどいなって言って離れた人結構いるよ。あるよね、キスの仕方とか、うん、いやね、あのちょっとこれ以上いくともうやだ姉さん談義になった、談義になんない、やだ姉さんっぽい展開になりそうだから、ここら辺で。やだ姉さん、やだ姉さん、ありがとうございます。またね、あのお会いできて、やだ姉さんとみえさんの2人会とかな、気になるんだよな。
どう？だから2人で、あちらにお邪魔するけど、あ、そうね、そうね、撮るのは交互に撮るとか。あ、面白い面白い、確かに。それならいい、確かに確かに。あら、エロ談義になるかしら。エロ談義、どうぞどうぞ。大してないよ。いや、やだ姉さんにね、いろんな質問されてくださいよ。え、こっちもするよ。そう、あ、そうそう、全然いいと思う。そう、そしてゆうくんもいつもね、ゆうくんはずっと初期の頃から聞いてくれていて、ね、あの X でね、感想とかよくくれてたんですけど、お便りをついにいただけて、この間ゆうくんもなんか、今まだ聞いてくれてるか分かんないけどって確か多分言ったから、なんか探られてるって言って急いで感想ポストしてくれたりしててすいません、なんか圧をかけてしまった。でもこの前初めて、うんうん、あのゆうくんの作品を、あ、買ってたね、ちょっと手に取ることができて、うん、ちょっと一目惚れしたのを、うん、買ってしまいました。はいはい、あ、ね、いや、いいよね、ゆうくんの、いいのよ、はい、ぜひぜひ皆さんもね、本当イベントでたまにね、クマの絵描いてくれる機会とかもあるので、うん、ぜひそういう機会があれば、あの描いてもらってやってください。本当に素敵なイラストを描いていただきます。というわけで、ゆうくん、やだねさん、ありがとうございました。これの、ね、配信が5月の1日の予定なんですけど、はい、ゴールデンウィークのトランポリンの話をちょっとだけすると、5月の3日に、はい、まあ、準レギュラーと言いながら自分でポッドキャストを始めた中さん、宇宙の法則の中さんも出られる、コロフワ君のバースデーイベントをトランポリンでやります。5月の4日は、カウチポテトブラザーズのロイ君が箱車をトランポリンでやります。5月の5日はギタスターマインが久々に入ってくれます。5月の6日はオープンマイクンポリンという、来てもらって一杯飲んだら一曲歌っていいよという音楽イベントをやったりするイベント尽くしのゴールデンウィークですので、みえさんもどっかで遊びに来てね。はい、はい、いつ来てもなんかイベントがあるんだね。なんかイベントか、その3、4、5、6はある。まあ、まあ、夕方だけやって夜は通常営業みたいな感じなんで、うんうんうん、フラット全然来てください。みゆさんは言い残したことは？やっぱりね、 DJ さんにお酒をあげるだけじゃなくて、センブリちゃんもあげる時代、ね、あ、そうね、そう、コロマ君のやつね、はい、どうなるんだろうな。ケメジョンちゃん、そう、あ、ちょうど今来てました、あのセンブリショットが出ます。5月3日のコロマ君のバースデーは、あのショットはセンブリ茶ショットという、ね、だよね、はい、あのなってますね、一応見越して。そうそう、あのコロナ中にねやってたイベントではお酒出せなかったからっていう、うん、ちょっと苦肉の策でセンブリ茶出してたけど、結局それが引き続かれていて、まあ、それはそれで面白いかなと思って。あれ面白いんだよね、センブリ飲むとまた酒飲みたくなって、酒センブリ、酒センブリな、ちょっとセンブリも飲みすぎるとね体に良すぎるので、なんかね強いんだよね。そう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 、来てやってください。お願いします。トライロインザスカイでは空の会の皆様からのお便りも募集しています。概要欄にある URL からお便り送ってやってください。 Spotify や Apple Podcast で高評価とかもできますので、ぜひポチッと星ボタン、5でも4でも3でも1はへこむから3以上がいいなんてお願いします。はい、トライロインザスカイ、間違えた間違えた、では間違った。それでは次回も聞いてくれまスカイ、またねー。